こんばんは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第一条から第一条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください どこか1箇所でも <coughs> 承諾できないという方がありましたらあなたはこの動画をの続きを見ることができませんのでここで動画を終わらせてくださいあと日本語が読めないとかね頭が弱い人最近たくさんいますからねあなたのことですからねはいあのー、ここからね読んじゃいけませんここからね見ちゃいけません見たらねあの過去の動画も含めて 1回の市長につき1万円ですからね、あのすぐにあの当社まで、えー、お,お金をお支払いください。まあ、多分お金がないと思いますけどね、そういう人たちはね。それでは行ってみたいと思います。LINE に登録してくださいね。そして、<coughs> この動画の感想をお寄せください。ステッカーを販売しております。LINE でお問い合わせください。令和2年9月26日土曜日、草コイン新聞。 fx 長野研究会 <laughs> 今日はね面白いニュースがありましたので、えー、2つ目の動画を上げてみたいと思います時刻はね夕方の <laughs> 18時を <coughs> 5分ほど回りましたかねあの夜は寒くなってきましたね秋の 夜空って感じでね、あのー、冷たい空気が流れてます。はい。で、まあ少しね、しとしと雨も降ってますので、さらにね、冷たい空気になっててですね、家の中に行っても上着をね、着ないとちょっと風邪ひいてしまうかなと、いうような感じです。で、今日はね、日中、<laughs> シャワー浴びましたのでね、すがすがしい気分で動画を撮ってます。 まあ今日からね、ちょっとしばらくライブはお休みさせていただいてですね、まあ、特に土日はね、FX やってないのでね、そう相場はやってないので、まあ、土日のライブってのは、これからは特に有料会員っていうか、長野研究会の人たちだけしかないかもしれないね。あのはい、あのメンバーシップの人も、まあ、土日の、ね、ライブはやってもしょうがないからね、だってな、 <coughs> FX 相場やってないから、ただ、FX 相場やってたからってね、やっぱり真夜中の、真夜中の投資ってのは良くないね。うん、やっぱり朝から、日中からやらないと、うん、やっぱりね、私たち日本人なので、うん、日本時間ですね、中根から始まって、えー、ロンドンタイムの前までと。 その日本時間、アジア時間、日本時間で勝負かけないと、日本人は日本人の空気とタイミングがありますからね、その朝から夕方までの時間で、ですね今、冬時間ですよねで、そこで儲けるっていうのが、日本人のあ,のあるべき姿だと思いますよ、FX トレーダーはね。だから、ロンドン時間とか、ましては夜の入浴時間なんかに、 FX の取引なんかしたらあの結構な財産持ってかれちゃいますからあの日中ね負け出た,たとしても負けを認めてそこで終わらせると、うん、あの夕方5時とか4時で終わらにするとそれが本物の FX トレーダーでありプロトレーダーですよねプロの投資家ですよね負けを認めて、えー、翌日に、えー、持ち越すと で普通のアマチュアの人っていうのは、まあ、負けを認められないから取り返そうとするんだよね、その日のうちにね。それで、えー、ヨーロッパ時間とかニューヨーク時間までやってしまうから、ド、えー、ド、えーマル、ドラえもんみたいにね、全部持ってかれて、毎日ゼロ、毎日ゼロカットという FX 芸人みたいになっちゃいますからね、気をつけてくださいで。今日はね、2つニュース見つけました。で、1番目と2番目ね。 えー、で、い、えー、ってみたいと思います。はい。まずは、こっちですね。日テレニュース24ですね。ヤフーニュースの中のね。えー、税務署職員、株取引の所得 <laughs> 申告せず税払わずと、おい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 、国税の人間が脱税すんじゃねえよって、<laughs> ふざけんじゃねえよって感じですね。はい。株取引ですね。 栃木県内の税務署に勤務する男性職員、まあ、公務員ですよね。え勤務を怠って株取引などをした上、まあ、こうトイレ、トイレの中で、トイレの個室で株取引をしてたと、スマホでね。で、それで得た所得を申告せず、所得税を支払っていなかったなどとしてえ、関東信越国,国税局はこの職員を減給の懲戒処分にしたと発表しましたと。<laughs> むちゃくちゃね人ですよ、この人。本業ですからね、税務はね。 関東信越国税局によりますと25日に懲戒処分を受けたのは栃木 <coughs> 県内の税務署に勤務する30代の男性職員です男性職員は去年6月までのおよそ3年6か月にわたり勤務時間中に職場のトイレの個室などで株や仮想通貨取引などを合わせて277回行っていたということですという調べたねよく調べたねそれでトイレで取引して利益が出てるっていうのがすごいよね また、国家公務員は兼業が禁止されているにもかかわらず、2017年12月までのおよそ2年1ヶ月間、インターネット上の販売サイトなどで株主優待券などを定期的継続的に売却していたということですと。えー、そして男性職員は、株取引や優待券売却などで得た所得およ,およそ112万円を申告せず、 所得税およそ11万2000円を支払っていなかったということですとちょっと分かんないね、この計算ね10%になっちゃってるからよく分かんないですねえー、と関東信越国税局はこれらの行為が国家,国家公務員法に違反するとして男性職員を言及十分の23、えー、か月の懲戒処分としましたが刑事告発は見送ることにしたということですとよかったですね、刑事告発されないでね 男性職員は問題の発覚後に申告と納税を済ませていて、公務員としての自覚が足りず、取り返しのつかないことをしてしまい後悔していますなどと話しているということですと。よく見つかりましたね。まあ、あの、多分日本のね、取引、株の取引口座を使ってたと思いますから、その、マイナンバーとか預けてますからね。えそこから、えー、株取引会社の方から、 え納税されてないよっていうことでね、個人を特定しに来たんだと思います。いやー、びっくりですね、これね。うーん、まあ、税務署、あのね、税務署ってのは、まあ、国家公務員って書いてありますね、非常に給料が安いんですよね。で、松戸税務署もね、僕、税務の,税務の質問でよく松戸税務署を訪れるんですけども、 いつもね、給料安い、給料安いって言って、嘆いてますよ。で、娘の大学の学費が払えなくてどうしようどうしようってってね、あ <laughs> の、ね、そ関係ないじゃん僕にはって。あの、結構嘆いてますよね、個人的な話をよくされます。やっぱり国家公務員はね、あの、長時間勤務の割に給料安いんですよね。やっぱり公務員になるんだったら地方公務員にならないとダメですね。 はい。まあ、給料安いからこうやって株取引とかね、えー、株を買った優待券をもらってそれを売却して利益にしたということなんでしょうけれども、やっぱり、最低でも税金払わないといけないですよね。わずか11万2000円はね、払わない、11万2000円払わないといけないですよね。次にですね、これは、あの、検討者ですね。 面白くない、向いていないで仕事を辞めた人に起こったことということですね。まあ、あの、まあ、最近は独立起業っていうか会社をクビになってしまって、えー、じゃあしょうがないから独立起業しようかという人は増えていると思います。うん。はい。で、やっぱり向いていないと気づいてしまった時も、 再挑戦ででででききるるる余裕をを残すすすとととというこここススモールスターーールルタトトダメージコンロもま最初から大きく投資し時間と労力のすべてを注ぎ込んでしまうと当然失敗した時のダメージが大きくなりますやはりやっぱり向いていないと気づいた気づいてしまった時にもこれまでかけてきた時間と資金を考えればきっと後戻りできなくなります えー、しかし <coughs> 小さくスタートしたなら失敗した時のダメージが小さく収まりますすぐにそこから立ち直り次に向かいますと、えー、飲食店を1店舗出す時にかかる費用が10万円スタートで費用があれば10万円でスタートできる仕事に数十回挑戦できますこうして何度も挑戦できるということがすなわち成功の確率を上げることにつながるのですということですねまあ犬キの、ね、ラーメン屋とか始めたとしても <coughs> やっぱりお店借りたり、えー、お店の中綺麗にしたりね、するのでやっぱり何百万でかかっちゃいますよね、500万とかね。そうすると、やっぱりあお客さん来ないなっつって、半年ぐらいで辞めたらね、まあトータル運転資金も合わせて1000万以上がパーになりますから、非常にリスクが高いと思います。それよりは まあ,あとはねあの、例えばセブンイレブンでフランチャイズに加入してフランあのセブンイレブンやるんだって言ったって、あれ、4、5千万円かかりますからね、最初の投資がね。で、そのお金は銀行貸してくれるんですよ。でも、失敗できないんですよ。<laughs> でも、じわ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 毎月赤字が続いて、結局はあの全財産、身ぐるみ剥がされちゃうんですよね。だから、そんなことやんない方がいいですよ。特にフランチャイズで。 4000万、5000万なんて銀行から借りてスタートなんかやっちゃダメだし、<coughs> 独立企業の時に、あのー、政府保障のね、政府保障とか政策金融広告からお金を借りてやるなんていうの本当にバカバカしいから、うん、返せないから、絶対にね、絶対というかほとんど返せなくなっちゃうから、あのー、自宅でできるスモールビジネスからスタートした方がいいですね。 はい、ヤフーオークションとかまあ、身の回りのものを売ってみる、えー、本本のいただいものとかね。あの amazon で売ってみると、あとは youtuber を細々とスタートさせるとかね。あの youtube でね。あの食べていく黄金率の黄金の方法ってあるんですよね？黄金の方これは絶対。誰にでもできて、えー、わずか数ヶ月2。3ヶ月で食べていけるよ。まあ450万。 毎月ね、広告費が入ってくるっていう黄金の法律、法則ってあるんですよ。そういうのをね、あの、細かく細かくやっていくっていうのは手だと思います。スタートするときに、もうほとんど投資金額は0円に抑えると。もうスマホがあれば、あれですからね、YouTube 始められますからね。で、FX なんかも、あの0円スタートできますよね。最初5000円もらいますからね。口座作るとね、XM だったらね。 0円スタートできるし、まあ、1万円さえあればスタートできますからね。まあ、最初は、あの、知識も腕もないので、負け続けちゃうかと思いますけど、きちんと勉強すればね、あの、そんな、あの、何ヶ月も経たないうちに資金が増えていくと思いますよ。で、僕の前もアフィリエイトで失敗し、ネット転売で失敗し、その他にも何個か失敗を積み重ねて、ようやくコーチングにたどり着きました。もちろん失敗せずに一回でやりたいことを、 お仕事にできるのが理想ですが失敗を完全に避けることはできませんと重要なのは失敗する可能性を受け入れながら成功するまで諦められないことですとまあ成功する前に諦めちゃうってことはまたサラリーマンに戻るってことですよね何回目でまああとは自殺っていうのがありますけどね結構多いですからね自殺ね気をつけないといけないですよあとはえー、あれですね 家,家なしのですね何回目でこれだと思える仕事と出会えるか分かりません何回目だったとしても結果的にその仕事にたどり着ければよくそれまでの失敗に耐えられればいいのでそのためには相撲スタートが重要なのですとまあいろいろやってみる必要あるよねやっぱり YouTuber やると食べていけるようって言ったってその人がねあのやる YouTuber はやる気がなかったりそういう人前にね出ておしゃべりするような えー、正確ではなければ YouTube 失敗しちゃいますからねじゃあ転売がいいのか瀬取りがいいのかブログがいいのか <coughs> フランチャイズがいいのか塾の講師がいいのかまあその人がやりたいものがいいんじゃないですかねうん面白くないだから辞める単純で重要な事実向いていなければ早々に辞めう次を探すってあこれいいかもしれないですね 自分に向いていないこの仕事はやりたくないと思った仕事を素早く切り捨てて次を探すことも大事です。自分らしく最悪稼ぐのが愛されたフリーランスですからやりたくない仕事をずるずる続けるのは本末転倒ですと。まあ、結局ね、あの、あれですねあの、好きこそものの上手なれっていうことで。 あの好きじゃない仕事を続けてても上手じゃないんですよね。うん、例えばこう喋ってても <laughs> あのキラッて光るものがないんですよ。だから聞いててもさ <laughs> <laughs> なんか誰,誰もが言ってること喋ってたりしてるとねなんか聞いててつまんないから <laughs> やめちゃいますよね。 好きこそものの上手なれっつってね知ってるよね <coughs> 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 ちょっと待ってくださいね 戻ってきましたやっぱりさあのラーメンだったらさ美味しいラーメン食べたいじゃないですか美味しいラーメン作れる人ってのはラーメン好きだからラーメン好きな人なんですよラーメン嫌いな人が美味しいラーメン作れないですよ美味しいラーメン作るのにはたあの人よりも何倍も努力しないといけないですから でも、ラーメン嫌いなんでしょう嫌,、ね、嫌,嫌いな人が努力する、努力に耐えられるわけないでしょだって。お金も途中でなくなるし、借金しなくちゃいけないし、ね、あの夜も寝ずにいろんな調味料を試さなくちゃいけないし、そんな人が美味しいラーメン作れないんですよ。途中で諦めちゃいますよね。そこそこのラーメンしか提供しないはずですし、野球選手だってそうでしょ 高校野球だってさ、誰、ね、日本一好き野球が好きな人が運も重なって甲子園行くわけじゃないですか、甲子園で優勝するわけでしょ。人、ね、一,一倍練習ができる人でしょ、野球が大好きだから。で、将来はプロ野球選手になりたいっていう人が、夜中の12時までバット振ったりできるわけでしょ。 だからあ、途中でやっててね、なんかめんどくせえなって、めんどくせえなと思ったら、やめちゃった方がいいですよ。うん。なぜかって言ったら、他に、そのこと、例えば、セドリとかね、YouTuber 好きな人がいたら、その人は24時間、さあ、あいろんな人の動画を見て研究してね、あこういう動画があの、再生数が伸びるんだと、チャンネル登録者が伸びるんだと。 研究すするはずですよそして自分の動画と比較して自分はこういうところが悪いからこういうところを改めてあの動画を作っていこうというふうにすぐに気づくはずですよでもなんかちょっとやってみて YouTube なんか全然ダメだなと、うん、伸びないからやめようとそうしたら好きじゃないんですよ好きじゃなければ努力できないからやめちゃった方がいいうん 僕の場合先にも述べたようにアフィリエイトは全く稼げずしかもやってみて全く面白くありませんでしたそのためすぐその道を諦め別の仕事を探しましたネット転売は最初は友達などから不要品を集めて出品することからスタートしましたこれは案外うまくいきそこそこのお金になりました <laughs>、えー、不要品だからね友達からただでもらってね 100円とか200円で売ればいいから、あの、ネット転売うまくいくんですよね。でも、不要品がなくなると、もう稼げなくなりますよね。しかし、スタートした当初から出品作業が面倒に感じていました。なぜ面倒なのかというと、その仕事に熱がないからです。そのことに気づき、これもやめました。アフィリエイトや転売がフリーランスに向かないということではありません。実際、これらの仕事でフリーランスとして成功している人もいます。ただし、 稼げるかどうかは人によります。面白い、楽しいと感じる人なら続けたいと思いますし、その過程でうまく稼ぐための方法を思いつくでしょう。しかし僕はそう感じませんでした。だから早々にやめたのですと。この割り切りができなかったら僕はきっと時間を無駄にしていただろうと思います。前日の通り、世の中にはやってみなければわからないことがありますので、食わず嫌いはし,し,はしない方がいいと思います。 しかし、やってみたことをずっと続けなければいけないわけではありません。えー、目安として2、3ヶ月やってみて自分に合わない、面白くないと感じたら捨てた方がいいでしょう。スモールスタートはそうして、<coughs> 潔く捨てる上でも有効です。世の中には星の数ほどの仕事があります。合わない仕事は思い切って捨て、次の可能性を模索する勇気も必要なのです。まあ、一応、石の上にも3年という言葉がありますからね。2、3ヶ月で、 やめ,やめるってことはなん、すべてうまくいかないですよ。2、3ヶ月ですうまくいくんだったら、全員うまくいってますから。だからやっぱり、最低でも3年、まあ、できれば10年ぐらいかな。10年や,やらないと、大抵はうまくいかないですよ。10年間やってみて。で、10年やってないのに、もうだめだ、諦めるよっ,て言ってね。うん、それはもう全然、やったうちに入んないですよね。独立起業したうちに入んないですよね。 僕はもう29歳で独立してから20年経ってますからねでその間冷や飯食べてた頃いっぱいありますからまあ独立してから10年はあの冷や飯しか食べれないっていことを覚悟して独立しましたからねだからあの1年2年3年4年でね億万長者になれるとかね、まあ、そういうのは最初から抱かない方がいいですよね10年経って えー、諸先輩たちがね引退して初めて自分の番が来るんだと、まあ、そういう感覚でいた方がいいですよ社会のニーズを満たせば事業になると、えー、没頭でき感覚的にも性格的にも合う仕事を見つけることが愛されフリーランスになる最初のステップですしかしその仕事で稼げなければ愛されフリーランスにはなりません 自らがやりたい仕事において稼げる事業モデルを作り、磨いていく方法について考えますと、稼げるという表現をすると効率の良さや利益率の高さなどを思い浮かべる人が多いと思います。確かに効率は大事です。利益率も高い方がよく、この点には本連載、その点には本連載で後ほど触れます。ただ、そのような仕組みや手法の部分を考える前に、まずは自分の 選んだ仕事が社会のニーズを満たせるものであるかどうかを考える必要がありますと。当たり前のことですがどんな仕事でもお金を払ってくれる人がいなければ事業として成立しません。世の中のニーズに応え社会の役に立つことができて初めて対価が発生します。稼ぎたいという思いが先行してしまうとお金のことばかりに目が行き果たしてその仕事が社会に求められているものなのかどうかという点を見失いがちですと。<coughs> またお金が目的になるとお金のために我慢する。稼ぐために嫌な仕事を引き受けるという自分を容認してしまいます。その結果、いつしか愛されフリーランスが目指す自分らしく働くことができなくなり、仕事そのもの,その,ものがつまらなくなってしま,いま,しまうでしょうと。ちょっとこれ長いね、これね。もう少しだから読んでみますか。もう少しだから。えー、まあ、もうちょっとここでやめますけれども。 フリーランスって言うとですね、なんかサラリーマンの延長ですよね。だから下請けですよ、フリー,マンフリーランスっていうのは。フリーランスはやめた方がいいですね。うん、下請けって言って、独立起業しても前の職場でやってた仕事をくださいと。まあ、プログラマーとかね、ウェブデザイナーとか、資料作成とかね、縫、え、製、ー、とかね、ミシン仕事とか、独立しても、えー、下請けで仕事を出してくれませんかと。 いうことなんですけどフリーランスはやめた方がいいですよね。うん、独立起業して、まあ、YouTuber になるとか、<laughs> なんかね、えー、なんかあると思いますけどね、いろいろあると思いますけれども、まあ、あとはあの株取引とか FX 取引とかっていうのはいいかなと思いますけどね。うん、結局、お金がないと食べていけないので、 結局ほら、あのー、今の人間社会っていうかさ、日本っていうのは資本主義社会だから、あの、お金が必要なんですよね。でお金がなければ、えー、っと、今、日本だったらさ、えー、まあ、お金もらえますけどね、毎月ね。 ただあの最低賃金しかもらえないのでやっぱり仕事していく必要ありますよねそれでお金がないと税金も払えないですからなんとか稼いでいかないといけない逆に、まあ、社会のニーズとかねああだこうだとかねうーだこーだとかねもうめんどくさいからその考えのね社会のニーズとかさはって感じでね ね、顧客満足度と顧客満足度とかねもう面倒くさいからこういうの顧客はわがままだからねモンスターだから顧客満足度とかさあの僕もあの K コンサルティング K コンサルタントの時にさこういうあのいろんなチャート分析やりましたけど、ね、あの従業員満足度なんかもあるんですよ従業員満足度とか。 時,時代時代の流行とかねあのー、流行とかあとは、えー、他社他社の分析えー シェアシェアの分析とかねまあいろんなことをやるんだけどもこれめんどくさいじゃないですかこんなことあのはい面倒くさいのでこういうそのこういうこれが資本主義社会ですよね資本主義経済ですよね資本主義経済ですねこれねでこういうところからもうサラリーマン僕疲れちゃったんで、ね、サラリーマン疲れたのでもう最初は独立しても国うやってたんですよ 経営コンサルタントだからね。独立しても、あの、同じことやってたんだけど、もうこういうのも疲れちゃって、えー、社会から一切ね、隔離したわけですよ、自分を。<laughs> ただ、結果的に、いろんな、いろんなことやってても、結果的にお金おかず結果、結果的にお金が手に入るようにしなくちゃいけないわけでしょ。セブンイレブンや、始めてもね、<laughs> ラメ屋始めても、ケーキ屋始めてもさ、 経営コンサルティングになっても YouTuber になっても何になっても結果的にお金が手に入るようにしなくちゃいけないわけでしょうであの FX と FX とか <laughs> 株ねまあ仮想通貨今難しいから言わないけど FX とか株取引っていうのはあの結果しかないんですよね <laughs> 結果お金でその間に社会のニーズとかまあ 特に株取引はね株取引はあのその投資する会社、ね、株を買う会社の社会ニーズとか顧客満足とか時代の流行とか他社の,あの分析とかっていうのする必要あるかもしれないね FX は全くないから FX は例えばドル円だったらねあのアメリカの分析まあ政治経済の分析た多少しますけど あのこんなにしないからね、社会のニーズがな,ないし、顧客の満足度がな,ないしね、あの、アメリカドルの満足度ってなんかそんなにしないし時、時代流行も少しだけかな、朝のニュース見てれば十分ですよ。うん。ただ、ニュースなんかも実は関係なくて、実はですね、あの、ドル円、まあドル円以外にもね、あの、ポンドとかユーロとかね、あの、 目星、まあ、大きな通貨ペアはですね攻略法があるんですよねで攻略法っていうのはチャート分析なんですよだから一切こんなんはもう社会から隔離されててねテレビもないインターネットもないまああのー、この FX でつながるインターネットはあるんだけどヤフーとかグーグルも見れないとニュース見れなくてもチャートさえ見てれば FX でお金を残すことはお金を増やすことはできます。マジでね。それで、あのー、攻略法っていうのは、まあ、ドル円以外にもポンド円とかね、ヨーロドルとかね、あのー、著名な通貨ペアにおきましては、えー、チャート <coughs> 分析を行うことによって、えー、攻略法っていうのをあの見抜くことができるんですね。 でまあ、これも見ていただいて分かるとおり、まあ、僕は昨日ちょっとね、夜4万円ぐらい負けましたけども、えー、昨日の損益は11万2000ですね、これ15万までいったんだけど、ちょっと減りましたけどね。まあでも、負けても増えるからね、お金はね。<laughs> で、 その前か、その前日は、えー、1万6000円ですね。これライブ中に稼ぎました。で、今週は43万6000円ですね。で、今月、9月、1か月ですよ。1ヶ月で254万3140円ですね。はい、1ヶ月ですよ。これ年間じゃないですからね。そして今の口座残高は1743万1340円あるということでございまして、 まあ、毎月253万あればいいんじゃないこれ税金で半分は持ってかれないからね、あのよあのー、所得総合所得で4000万以上で、えー、55%になるから、えー、4000万いかないですからね、この金額だとね、3000万しかいかないから、あの <laughs> 海外口座って税金高いでしょって言われるけど、そんなことないんですよ、うん。全然そんなことないからね、きちんと把握しないとね、勉強しないといけませんよ。 うん。なので、僕は、FX っていうのは <laughs>、あのー、究極の金儲けだと思いますよ。金儲けっていうか、結果的にお金が儲かるだけで、なんかさ、あのー、普通の仕事人っていうのは、 人はね、仕事を探して、仕事、就職、仕事について、初めてその結果としてね、その結果として、えー、賃金、お金を得ることができますよね。で、このお金がないと生活できないし、税金も払っていけないし、社会保険も払っていけないですよね。はい。で、<laughs> 仕事っていうのが好き嫌いがあったり、まあ、あの集団生活がなじまないとかねいろ、えー、んな嫌な人がいっぱいいるとかさお客さんがモンスターだったとかねいろんなことあってこう精神を病んだり肉体を病んだりしていって、えー、職を転々としたり、まあ、独立を転々としたりしていくわけですよねで起業して失敗したりねでまたサラリーマン戻ったり自己破産したりいろんなことあるわけですよ。 ね、<laughs> でそういうんじゃなくて人 FX っていうのがあってねでお金ですよ、ね、でこれはあのー、しゅ集団生活じゃないからね集団で稼いでいくわけじゃなくて一人ですからね はい、自分との戦いです相場があってこれについていけばいいだけですからね自分との戦いなんですよ、まあ、で自分一人でお金を稼ぐっていうのはあの性格的にあの合わないっていう人もいると思いますそしたら FX はダメでしょうけれどもただあのこれにはあの限界がなくてね お金を稼ぐって言ったって仕事をしてね自分一人一人が仕事をすると、まあ、月100万円ぐらいが限度ですよね100万円一月100万円の手取りぐらいが限度ですよねで人を使ったりして会社作って人にねいっぱい入れてで、えー、従業員に仕事させてねほんでまあ,あの中間搾取さするとそうするとまあ社長の 社長の月,月給はね、まだ400万ぐらいになるかもしれないね。ただ、1億とか2億とかならないよね。あのまあ、大企業じゃない限りさ、もっと従業員500人も1000人もね、入れないといけないから、リスクも高いからねあの、月400万ぐらいが限界だと思いますね、社長の給料ね。でも FX ってのは、あの社員入れなくていいから、自分いつまでも1人、 ね、一人放送局、一人で、<laughs> 一月さ、一億でもね、百億でも、一千億でも行くから、百億でもね、一千億でも行きますから、理論上はね、あの、いくらでも行きますから、人はいらない。逆にね、人を雇う必要はないし、人は全くいらないですよ。逆に、あの、人なんか雇う必要はないね。あの、 いろんな情報で惑わされちゃうからね、人を雇う必要はないですよね。そういう意味ではあの、一番効率のいいお金の稼ぎ方っていうのは、僕は FX だと思ってます。で、株の取引っていうのは、やっぱり、あの、他人に投資するわけでしょ、結局。で、他人の、他人が経営してる会社の経営分析をしていかないといけないわけですよね、経営分析とか。 マーケティング分析とか財務分析していかなくちゃいけないから、やっぱりあの経営コンサルタントの知識が必要なんだよね、株の取引は。FX についてはあの、国ですよね、国に投資するんだけど、アメリカに投資するとか日本に投資するっつってもあの <laughs>、まあ、アメリカ合衆国の、ね、財務状況っていうのは、もう真っ赤っかな赤字だし、日本も、日本政府も真っ赤っかの大赤字だからね。 分析しても無駄ですよ。うん。だから、<coughs> そういうよりは、まあ、あの、直近の経済、あの、直近の政治状況ですね。あと、軍事状況。あとはテクニカルチャート分析だけで十分ですね。だからあんまりね、深入りしなくても、儲けられるんですよね、FX っていうのは。はい。だから、僕は FX がね、一番、投資金額が少なくて、もう、 タダとか1万円でいいから、ね、で1万円が100万、1000万、1億って増えていくから。で、1万円がね1億増えて、1億まで増えてね、5000万にボーンと減ったとしても、それはあぶく銭だからね、1億っていうのはね。5000万に減っても、まだ4,999万は残ってるわけですよ。利益、あぶく銭でね。で、結局1億円全部なくなっても、なんか損したのは 1, 億円な1万円だけだから。 だからね、FX っていうのはね、まあ、ものすごく、あの、リスクが少ないと思ってるんですよね。で、毎日こうやって利益出てるでしょ、赤になってないでしょ。で、<laughs> FXYouTuber の、あの、YouTube ライブの配信者でね、えっと、毎日赤字、毎日0円になっちゃう人がいるんですよ。 例えばね、毎日0円になっちゃって、こう入金してね、50万入金したとか、今日はお金なくて15万円、クレジット数で入金したとか、で、あの、ライブ帳に0円になっちゃうのね。あれ、あの、そういう人ってほとんどいないから、あの、真面目にやってないからね、それかデ、デモ、でもでもで、あの、YouTube の視聴者、視聴者稼ぎの、 FX 芸人という人ですね。まあ、よっぽど下手くそか FX のことを精通してないか、勉強してないか、えー、悪魔に取りつかれてるか、まあ、そんな人だと思います。あとは株とかね FX で損切りをしない人を両立てをする人いますよね。まあ、そういう人たちも,もうよく分かりませんね。<coughs> ただ、何にも勉強しないとですねそう、そういう人たちと同じようになっちゃいますね。毎日 えー、入金したら入金した分、なくなっちゃうと。1万円とかね、5万円とか全部なくなっちゃって。中田さんみたくね、どうしたら毎日稼げんのと、こうね、例えば、本日11万2000円とかね、昨日1万6000円とか、今週43万6940円ですよね。で今月、まあ、9月は254万3140円ですよね。どうしてこうやってプラスの結果で毎日終わるのと。 これ損切りしてるからプラスになるんですよ。損切りしてるから儲かるんですよ。うん。皆さん発想逆でしょ損切りするとマイナスになると思ってるんでしょでそこら辺が、えー、数学の勉強が足りないって僕が言ってる証拠だし、これ証拠と証明ですよね、これ。証明してるでしょ、自分で。はい。だからね、まあ、FX はあの攻略法があるので、 長野、まあ、研究会入ってくれれば、それを教えてあげますからね。まあ、こうやって毎日増えていきますよ。<laughs> それで、まあ、攻略法を知らない、あとは期待値計算法を知らない人ばっかりですね。うん、ただそうあの、こうやって毎日増えてる人は you、YouTube なんかやってないんですよ。毎日だって、毎日増えてるしね、10万とかね。で一月250万とかね。 年間で3000万ですけど YouTube でさあのライブやっててねでまあつ月の広告利用なんていうのは3、まあ、50万ぐらいですよ、まあ、きあの知れてますよ一月ねで年間600万しか稼げないですよね YouTube ねやらないですよそんなめんどくさいね夜とか早く寝たいしねあの飲み屋とか遊びに行きたいしカラオケ スナック行きたい <laughs>、ね、夜なんかやると、ニューヨーク時間なんかやるとね、負けちゃいますからね、夜はネットフリックスで映画見たいですからね、<laughs> 風呂入ってねあの、お酒飲みながらね、だから、あのどうなってんですかね、で、YouTuber とかね、えー、ブログとか、といったなんかやってないですよ、FX とか株で儲かってる人は。 まあこっそりこうやって儲けて、お金がたまったら、ベンツ買おうかなとか、家買おうかなとか、新しい家買おうかなとかね。あとは、今海外旅行行けないですけど、コロナが終わったら、またね、海外旅行行こうかなとか、しか考えてないですよ、もう本当に。あとは、 まあもう50歳になったけどアメリカに語学留学行こうかなとかハーバードビジネススクール入ろうかなとか、まあ、お金積めば入りますからねだからまず語学留学行って2年ぐらい行ってねあ語学堪能になってから、えー、ハーバード行こうかなとかお,がお金積めば入りますからねでまあ世界のねあのエリートと仲良しになってねそこでまたビジネスを始めてね会社を起こして えー、5000人規模のね、会社を経営するっていうのもたの楽しみではあるよね。うん、めんどくさいけどね、FX やってれば人なんか雇わなくていいからね。はい。だから、あの、結局、あの、負け続けてる FXYouTuber の動画見てると自分も負けちゃうからね、あの、貧乏神が映るから、あんまり見ない方がいいかもしれないね。見ると楽しいけどね。 ということで、<laughs> FX のね、寛容してるわけじゃないんですけれども、えー、さっきのね、あの、これを見てですね、まあ、独立企業の話ですよね、えー。見て、僕は息ついたのは FX でしたね。えー、三菱電機、三菱重視、三菱重視辞めてね、えー、いろんな経営コンサルタントとかいろんな仕事をしましたけれども、 まあ主に経コンサルティングですね。しましたけれども、一番効率の良いお金の稼ぎ方、まあ、家にいてね、あパソコンとかスマホでいいですからね、取引ね、外出なくていいですから、はい、でバカな社長にバカって言われなくてもいいですし、電車乗んなくてもいいしね、はい、家に行ってあの、好きな時に風呂入ってね、さっぱりしてシャワー浴びて、 えー、冷たいジュース飲んでね,でね映画。映画見ながら、ネットフリックス見ながら取引できますからね。そして、あ今日は20万しか稼がなかったなとか今今、今日は200万負けちゃったなと。負けてもいいんですよ。負けても増えるからね。結局、期待値計算っていうのは負け、負けるから増えるんですよ。お金を損切って、お金を負けるから増えるんですよ。 負けなきゃ増えないから、期待値計算っていうのはね。うん。だから、結果的に負けたら、損害保険会社からお金がもらえるから増えるわけですよ。その代わり、勝った時にだけ、勝った時だけでいいから、損害保険金を払わなくちゃいけない。ただ、全部じゃないですからね。勝った時に保険金を払うわけですよね。全部じゃないから、増えるわけですよ。勝った時もお金増える。で負けた時は、損害保険会社からお金が支払われるから、 負けけてももお金もらえるわけですよでけ結果的には増えるわけですよず,ずっとねそれが期待値期待値損害保険なんですよね <coughs>、まあ、このやり方を知っていればあまあ末代にわたってですねお,お家が潰れることはないと思いますまあ僕はこの方式をねあの子供に教えるつもりですから、まあ、戦争になってもねあの何になっても 相場っていうのはずっと続いてますからね、株相場も続くし、あの、<laughs> 為替相場も続いてます,続きますからね、どんな時代になってもね。だから日本が倒産しちゃってね、えー、預金が封鎖されてもですね、えー、また一文なしからスタートできるのはやっぱり FX ですよね。で、仕事がない、何がない、何にもない中でも、 えー、わずかなお金さえ、まあ、5000円とかねあれば増えていくしであっという間に福利計算で何千万何億何十億何百億ってなりますからだからあの全然その大借金抱えてももうすぐ返せますからね、うん、何億何十億の借金あっても全然へっちゃらですからだからあの期待値計算損害保険 投資法っていうのを皆様もねだからまあ損,損切りして FX で損失が出た日は損害保険金が支払われるわけですよね。で利益が出た日はその中から一部だけ損害保険金の掛け金,金でお金が取られちゃうわけですよね。そのやり方をずっとやっていって結果的にはお金が増えていくわけですよね。結果的に勝った日はあの全部取られないから。 全部取れないからね、だから、勝った日は残るし、負けた日は損害保険が金が下りるから、負けてもお金は入るわけですよ。でこのやり方はもう最高だよね。えー、皆さんはね、こういうやり方があるということを、あ少しはね、覚えてい,ていただいて、いつの時代でもですね、えー、景気が悪くなっても全然大丈夫な方法を、うん、身につけていただければと思います。 それでは、えー、これで今日は終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。